高橋ゆみともチャンネル始まります。はい、今回は、とある、ところで買った PSA 鑑定の福袋でございます。10万円でございます。では紹介していきます。1枚目、こちら、カラマレードっていうポケモンですね。これが1枚目でございます。これが1枚目で、2枚目いきます。はい、こちらピカチュウ、ピカチュウの PSA 鑑定でございます。ちなみに主さん、こっちは見たことあるんですよ。大抵カード開ける方なんで、これ見たことなかったんですね。マジで見たことないです。3枚目はこちら、こちらウでございます。これもは、なんだっけかな、なんか美術展とコラボしたやつだったと思います。はい、4枚目はこちら、エリカのおもてなしの Q でございます。ラスト5枚目、こちらマーリーでございます。何枚目かの方のやつです。忘れました。多分後で編集で入れておくと思います。そしてさらにあるんで、ちょっとどかします。それ以外だと、なんと、その他1です。その他が2つあるんですが、1つは、2つあるんですね。1つ目、こちら。分かってる人はコメントで答えてほしいんですが、サンドムーンの時のボックスみたいなんですけど、これ。なんか大会系のやつなんですかね。ちょっと見たことないんで、これ。一応これと、もう一つが、コリンクと、レントラーとなんかの、あれですね。スリーブなんですよ。これちょっと見たことないんでね。もし、知ってる人コメントください。ということで、今見せたやつが、とあるお店の、PSA 鑑定の10万円の福袋でございました。ということで、皆さん、福袋系、あと何回かありますけど、お楽しみください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、スマホ、タブレットは下の概要欄から、チャンネル登録よろしくお願いします。PC は普通のチャンネルボタンから押してください。また次の動画で会いましょう。さようなら。